今回はスヌーピータイニーウォレットブックご紹介します。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画をご視聴いただき、お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いいたします。はい、こちら待ってたんですよね。宝島社から出ておりまして、本日ですね、本日1月24日に発売になったばかりです。はい、でも、こちらのお財布うさぎさんなんですけど、このチャンスくんと命名したうさぎスヌーピーのぬいぐるみポーチと同じぐらいの勢いでソールドアウトになっちゃうんじゃないかなと思って、去年の年末に宝島チャンネルに予約をしてありました。で、梱包のされ方はこう上の方がジップロックがついてる袋に入っていて、多分袋越しに中身が見える感じで梱包されてるんじゃないかなと思います。じゃあ開けてみます。上の部分をハサミで切って開けるタイプですね。はい、で今から開けてみます。でもしかしたら袋、スヌーピーの可愛らしいイラストが書かれてあるかもしれませんね。はい、では開けてみます。ちょっとうまく開かないな、開くんだけど開かないな。あ、開きそうですね。よし、あ、開いた開いた。はい、では、お財布、あ、シリカゲルが一緒に入った、お財布出してみます。あー、かわいいですね。なんかすごいね、コロンってしてるこのお財布と、こちらの薄い小冊子が同梱されていますね。だいたいそんな感じですね。あとでシリカゲルはあのさよならしよう。じゃあお財布、あ、かわいいですね。なんかね、あのフラップの部分に、あのボタンがついていてですね、それが多分スヌーピーの肉球。かわいいですね、すっごいかわいい。なんか指で触ってね、わかるっていうのが嬉しいですね。色何色だったかな、水色ってか青だったかな、忘れちゃった。でなんか、なんだろう、何かは分かんないけど、表フラップの下の部分になんかね、なんか書いてあるなってのは分かるんだけど、何ってのはちょっと分からないですね。じゃあ裏にしてみましょう。裏にしてみると、なんだろうすいません、なんか曖昧な説明になっちゃうんだけど、うさぎに扮したスヌーピーが片押しで書かれてあるのかな、ちょっと分からないですね、ごめんなさい。で、私手が大きくないんですけど、私の手のひらに乗せるとコロッとしてて、こう女性の手にぴったりフィットするようなフォルムですね。で多分レザー調ですね。うん、これ多分ポケットに入るタイプかな。あ、じゃあね、いつもねポケットに入れて、これトカゲちゃんの、隅っこ暮らしのトカゲちゃんのお財布と比べると、あ、うーん、ちっちゃいですね。うん、トカゲくんの財布ポケットティッシュぐらいだったけど、ちっちゃいですね。はい、またポケットに入れちゃおうはい、じゃあ開けてみましょう。中、あ、なんて説明したらいいの、てか一番、あ、縦長にこう開く感じで、中にもこれなんだろう、なんか片押しで書いてある、何言ってのは分かんないけど、片押しでなんか書いてあるなっていうのは分かりますね。で一番下の部分、これね、ちょっと開けてみると、あ、ボックス型の小銭入れになってるんですね。でなんか
小銭入れの裏地はこうちょっとなんだろう、ちょっとシャカシャカってしたような感じ、ボックス型の小銭入れですね。はい、小銭入れ、あとはなんか L 字型のお札入れですね。で、なんだろう、裏地なんか書いてあるのかな、それはちょっと視覚情報だからちょっとわからないんだけど、はい、結構コロンとしてますね、かわいい。はい、こんな感じのお財布でした。はい、でちょっとお財布新調するのはね、うん、2月1日がいいかな、1月のね、30日か2月1日がいいかなって思ってて、っていうのは1月30日がなんだっけ、一粒万倍日だっけな、で2月の1日がね、虎の日と大安が重なる吉日なんですよね。うん、やっぱ2月の1日かな、虎の日っていうのはなんかお金出てくんだけど何らかの形で返ってくるっていう、そんな意味合いの吉日だったような気がします。でこう今フラップ閉じた状態なんですけど、表面はこうツルツルしてますね。はい、これも使おうかなと思います。あれでも、あ、そっか、あとね、補足ですけど、今お財布フラップ取って開いた状態、下側にボックス型の小銭入れで、あと横向きにすると L 字型のお札入れで、さらにね、上のフラップに近い部分にはカードケース、カードケースもこうなんていうのかな、左側から左側の、皆さんから見てカメラ向かって左側がね、こう縫い付けられていない感じのカードケースなので、上からこう横にした状態でカード入れるか、もしくは真左から横にした状態でカード入れるかみたいな、そんな設計のカードケースでしたね。でなんかカードケースの上の部分なんかね、指でなぞると、例えて言うならば昔切符、電車乗る時、切符駅員さんがカチカチカチって切ってましたよね。その切符の切り込みみたいな感じうまく説明できてんのかな。そう、ちょっとね、なんて言ったらいいんだろう、皆さんから見ご覧いただいてカメラ向かって一番左側寄りに切り込みがねちょっと入ってますね。はい、でなんだろう、なんかね、絵柄が書いてあるんだけど片押しで、ちょっと何が書いてあるっていうのはわからないですね。ここはちょっと見える YouTuber さんにお任せしましょうはい、うん、片押しでね、なんか書いてあるんだろうなってのはわかるんだけど、何っていうのはちょっとご説明できなかった、難しかったですね。でなんかフラップの部分にもなんだろう、なんか片押しで書いてある何っていうのは分かりにくいけど、片押しでなんか書いてあるなっていうのは分かります。はい、すごいコロッとしてて可愛いですね。そう、お値段が税込み価格で2420円ですね。いや、去年の年末喉痛めて体調崩した中でコンビニに決済しに行ったことを思い出せますね、この財布手にすると。でローソンと、なんだっけ、ローソンしか覚えてないな、あと HMV だっけ、ですとなんか店頭で直接購入できるみたいですね。はい、で手のひらサイズでコロンとしてて可愛いですね。はい、ということで今回はスヌーピータイニーウォレットブックご紹介しました。いかがでしたか？
いくつ持ってるねんって感じなんだけど財布でも本当大好きなんですよね、お財布とか。なんかね、収納できるものが好きなんですよね。何かとなんかポーチをやたらに買いたがるところとか、いや本当にポーチとお財布好きなんですよね。はい、他にもね、なんか三色展開だったんですよね、この財布。ちょっと他のカラバリ忘れちゃったんだけど、そう、三色展開ですね。はい、ということで今回はスヌーピータイニーウォレットブックをご紹介しました。じゃあ最後にお別れの挨拶はこのチャンス君も一緒に。では、今回の動画は短めになったかもしれないんですけど、ここまでといたします。最後までご視聴いただき、お付き合いいただきましてありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながりますので、皆さんの温かい応援よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。あ、そう、後ろにはですね、スヌーピーのアイテムを紹介するってことで、カメラ向かって一番右は顔の形のクッション、そして顔の形のクッションの手前にはスヌーピーの寝っ転がった形のぬいぐるみポーチと、でカメラ向かって一番左はハートを抱っこしたスヌーピーのポーチ、以上3点を置いていました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber のゆいこでした。それではまたね、バイバーイ、バイバーイ